座奏への応用です。座って弾くことも多いと思いますので、座って体操することもご紹介していきます。ではまず座ってポカポカ駆け足をやってみましょう。右のすることを右がして、左のすることを左がします。実際にこれを本番用の椅子の上でやっていただくと、どんな椅子でも相性が良くなってくるんです。いい位置にお尻がはまってきます。これを少しずつ体の内面に動きを収めていきます。今体の中で微細に動かしていましたが、お分かりになりましたか？実際に私はこれを本番の舞台上の椅子の上とか、本番前の電車の中とかで人に迷惑がかからないように行っています。